皆さん、こんにちは。マーティン、大の脈をぼい、ケンギタクです。今日は自動車の所有者などの国営と保険制度。まあ、ナンバープレート、つまり登録を受けて、まあ、番号表、ナンバープレートを付けなければならないんです。まあ、大変なもんです。検査は自動車検査証まあ、検査を受ける義務。まあ、1年ごとに受ける検査と2年ごとに受ける検査、様々違いますね。はい。検査表商標を交付されるんです。 検査書は次の検査の時期、まあ年月を示すんです。まあ、地上車検査証は備え付けないことと、あとは損害賠償、責任保険、まあ、東京海上日動とかいろいろ、責任共済証明書も作れるんです。農協、消費生活協同組合、消協ですね。はい。まあ定期点検はまあ大事なもんでございます。はい。 管理無責任の人や酒を飲んだ人には絶対に車は貸したゃダメですそこは要注意まあ保険の話についてはまあ加害者請求はまあ3年以内に行わないとダメです支払いについてまあ大変なもんでございます過失総裁とな,なるのはねいろいろねその程度に応じて加害者を負担すべき損害賠償額を減額することがあるんです ただね、ダメですね、事故を起こしてはね。はい。というわけで、車の保険と、車の保険制度の話でした。バイバイ。